さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。うずいさんちのお茶碗のかけらになりたいさやです。待って、どういうことよ。あのご夫妻を見てたいんだ。そう、身近で見たり、お茶碗になりたい。ただの変態じゃないですか。ということで今回はですね、10月4日に発売されました、はい、鬼滅の刃塗り絵帳期の発売を記念しまして、またですよ、今回ラブチャンネルをお呼びしていただきまして、はい、塗り絵帳の絵を塗ってみようという企画第3弾でございます。今回もですね、ただ塗るだけではございません。今回やっていく企画はこちら、100均のメイク道具使って鬼滅の刃塗り絵帳を塗ってみた。100均のメイク道具を使うということでね、マニキュアとかアイシャドウとかもまた、ね、前もあったんですけど、今回はさらにメイク道具を中心に揃えていただいたとのことで、こちらの方のね、アルコールマーカーとかも併用しつつ、ちょっとメイク道具で映える絵を塗っていけたらなと思います。こちらがですね、塗り絵帳の木でございます。鬼滅の刃塗り絵帳、こうやってね、塗る時に表紙を外して、外すとなんと裏が、はい、ここに見本がありますの で色見本が、はい、皆さんもね、迷うことなく楽しく塗れるんじゃないかなと思います、うん、塗りたいキャラクターめっちゃいっぱいいますよ。めっちゃいますね。刀鍛冶のね、里編のところですよ、うん、このシーン塗れちゃうんですよ。すごくないですか。平鶴さんをね、こう解放する宇髄さんとか、霹靂一閃も出せちゃうなかなかこの漫画のシーンを塗れるっていうのはないですよね、うん、そう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 。まあそんなこんなありつつ、今回はですね、さやさんはやっぱりあれですか、刀鍛冶編が始まるということで、キーパーソンの一人、ファンロジみつりちゃんを、まあ、ですよね。いや、塗りたいでしょう。塗りたいでしょ、みんな。これはこんな可愛い子、ね、僕はですね、もう一キーパーソンいるわけですよ。カタルーに絶対に外せない人物がもう一人いますね。もうようやく出てきましたか、アニメでも時藤無一郎くんでございます。みんな大好き。こちらを塗っていこうかなと。はい。でしかもこのページがそれぞれこう切り離せるというかね、点線がついてるので、はい、思う存分塗るということができますので、というわけで鬼滅の刃塗り帳キー塗っていこうと思います。思います。まずはベースを、お顔とかを、うん、そうね、今まで通りこの100均のマーカーを使って塗っていこうかなと。まずはね、まあ、順番は本当にないので、好きなように皆さん塗っていいかなと思うんですけど、うん、なんか最初に肌が塗ってあると楽しいです、うん、モチベーションが一番上がりやすい。あ、そう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 。アルコールペンとか色鉛筆でちょっとベースだけ整えて、はいはい、そうね、その後ちょっと遊び暮らそうかなって。遊び暮らすんですか。うん、遊び暮らさせていただきます。塗り絵帳に直で塗ってても塗り心地がいいのがやっぱり一番嬉しいですね。いや、そうね、それすごく嬉しいよね。今回も僕は比較的小峠先生の絵を100均画材でなるべく楽しく再現していきたいみたいな気持ちでやっているので、ハイライトの残し方とかはお手本見ながら皆さんもやってみていただくと、うん、濃く塗れるのではないかなと。あとこのみつりちゃんの桜餅ヘアよね。濃い色から塗っちゃうと、なんかもうその色でバチって決まっちゃうんですけど、先にちょっと近しい薄めの色を置いておくと、インクがこう薄くなったり、こうちょっと調節が効くっていうか、はい、一発で決めたいというよりかは、こういっぱい重ねてにじませたいなっていう気持ちで下に薄い色を入れてますね。100均の画材とかだと、うん、結構じわってね、じわっと浮かせて離しながら払うみたいな感じでこうやったり、先端の方にちょっと逆、こっちの払いが一番インクがこう暴れにくいというか細い部分になるので、後藤木先生のこのお手本を見ると、線のところだけピンクにこう抜かれてるんですよね。じゃ、それをちょっと再現するために、ちょっと線をピンクで塗る部分を今ちょっと開けてみてます。こっちから光が当たってるような感じで、ふわっと光の感じを出してみようかなといった感じで、今どっちからこう光来てるみたいなのを考えておくといいかもしれないですね。塗ったペンのなんかこう端っこに差し色的に別の色を色鉛筆でちょっと入れるってだけでもちょっと豪華になるんだよなっていうのを、私がよくやってる小技、小ネタ。
あがき。絵って情報量が増えるとパッと見た時になんか良さそうに見えるっていうのがあって、その情報量が増えるんですよね、タッチが。色鉛筆でガサッと入るのも意外と良かったりする。でちょっと濃くなりすぎちゃった肌の色とかも、白の色鉛筆を少しずつのせていって少し薄くしていくみたいなことできたりはするので、白は万能ですね。影のところに紫が来るとこう雰囲気が出るというか、無一郎くんのこのなんか影のある感じっていうのをより出したいなと思ったので、紫系統の影に。寒色系を使うとやっぱ冷たくなるし、暖色を使うとあったかい系の感情になるので、ちょっとやっぱこの冷たい感じが出ると。後藤家先生が使わないこのメイク道具も使って塗っていこうかなと思ってるので、はい、マイルドになりますね、だいぶ色が。上からやっていくと、ただちょっとこれ黒いところが薄くなっちゃうから、後でもう一回黒を入れてもいいかもしれない。やっぱチークかわいい。やっぱチーク入れるとかわいいよね。みつりちゃんの、みつりちゃんの何とは言わない、チークに乗せちゃった。パンセット曲がるところ、曲がるところに赤みを足してあげると女の子っぽさというか、そうそう、かわいい感じが、血色の良さ出ます、ね、かわいい感じが出る、健康的な。メイクのいいところはね、やっぱりこうちょっと油分を含んでるからどこにでも乗ってくれるんだよね。あ、確かにね、そうそう、定着してくれるよね。うまくぼかせなかったところにも乗せちゃったりとかするといい感じにグラデーションにもなる。ちょっと最後にこのマニキュアを使いたかったので、光が強めのイラストにちょっと今回、はい、出すぎ出すぎお前。じゃじゃーん。いや使いたいでしょこんなん。これは確かにみつりちゃんの絵に使いたいやつでしょ。キラキラにしたいもんね。あー、かわいい。みつりちゃんみたいなこうキラキラしてる女の子にはキラキラした画材とかアイテムをいっぱい使ったいなっていう気持ちはあるので、てかなんかもう貼っただけでもすごく可愛くなるんで、画材じゃないけどこういうアイテムでなんかいいなと思ったやつは、なんかこう直感的にいいなと思ったやつはいっぱい絵に使うと多分どんどん楽しくなると思います。私これ男の子にも使うと思います。でも、うん、せっかくメイク道具を使うので、このやっぱキラキラしたところにこの銀色を入れてみようかっていう。恋柱だからハートがいける。はい、終わり。終わったということで完成しました。終わりました。終わりました。まずは僕の方からでいいですかね。ぜひ。無一郎くんどんな感じに塗れたのか、せーの、ドンと、はい、まあ、こんな感じで、あのベースをまず、まあ、アルコールマーカーでつけた後に、今回はですね黒く影になるところは色鉛筆をね、100均のやつを使って、そこからメイク道具で遊んでいくっていうことで、この一番ポイントとしてはこのこうネイルの部分が光ってすごくこういい感じの淡々としてる無一郎くんを表現した方がいいなと思ったので、こんな感じで塗らせていただきました。いや、いいと思います。いや、でも楽しかったです。すごい楽しい。これは新しい発見ですね。ネイルのキラキラ感はめちゃめちゃ使えます、うんうん、エフェクトとかに。やっぱりこれアナログ画材ならではです。ですね。私もね、はい、アナログ画材感マックスでいきましたよ。じゃじゃん。みつりちゃん。キラキラだね。みつりちゃんのこうキラキラしたふわふわした感じをこう全体に出したかったんで、これですよ、これ。アイシャドウパレット使って塗ったんだ。そう、アイシャドウパレットやっぱね。すごい色がある。そう、こんなにいっぱい、1個でこんなにいっぱいあるから。
もういろんなところでシャッ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 とこうって楽しい時間ですね。あと、もうあとね、あのビーズ系のやつとかもね、ちょっと貼り付けたり、はいはい、ラメ貼り付けたりとかして、そう遊んでますね。いやもうちょっとね、そのネイル用のそういうビーズとかを使うのって初めてだった、はいはい、人生で初めてだったので、すごい楽しかったです。初めてが通じない、ね、こういうのもそう、あ、そう、初めては紙でしたねということで、こんな遊び方もできる鬼滅の刃塗り絵帳機が発売中でございます。全部100均で揃う画材ですので、はい、チャレンジしてみてほしいです。ではぜひね、次回も楽しみにチェックしていただければと思います、はい、思います。では以上、夏目さんちでした。ありがとうございました。